今ね、まさにこのベンツのバスでみんなをピックアップしてサンバスに行くよねっていう話なんだけど、これやばくない？めっちゃ古いベンツのバスなんだけどさ、片付けで USB つけちゃってんだよね。やばいなこれ、この DIY 精神が。そしてこのね、なんかカラオケ屋の前からであった、まあカラオケじゃないかもしれないけどいやしかしね、楽しみで仕方なさすぎるなって話だよね。実にね、このバスに乗ってからもう1時間半ぐらいが経過しようとしてんだけど、どんだけこの桟橋遠いんだってなる話だよね。そしてもうあと 4,5 分で着くと思うんだけどね。さっきはなんかバスの運転手がね、置いてる携帯からやたら鬼電がかかってきたりとか、いろんなね、トラブルに見舞われながらもようやくだよねって話だ。しかしね、このハンドルのでかさえぐいね。まるでパエリアの皿じゃねえかって話だよね。さあ、そしてもう奥には見えてるな、多分。ということで早速ね、元気いっぱいの見られるんじゃねえのって話。ユデディビガメさん、どうも。5億年ぶりぐらいにサングラスでやらせてもらいます。ユデディビガメさん、まさしくね、常夏の国にふさわしく久々にサングラスをかけてこの U20TV 撮っちゃってるねっていう話なんだけど、いよいよね、この U20 プーケット2日目にして映画ザ・ビーチで有名なプピ島をはじめとしたアイランドホッピングに行くということで、今まさにこんな感じで説明を聞きながらこのエントリー待ちの行列に並んじゃってるよねっていう話だよね。そしておそらくこの登録を済まして説明を聞いた後、軽く朝食を食って船旅に出るよねっていう話なんだけど、完全に今から高揚感しか生まれてないよねっていう話だよね。出発前にはね、こういう風に、まあ、朝食が用意されてると言うてほとんど残ってねえじゃないかって感じだよね。そして飲み物はこんな感じで、これはティーか、もしくはお湯だけかで、ジュースか。なるほど。まあちょっとここで軽くかしなむしかないよねって話。これいただきます。 This way please, this way please。 じゃあ僕薄だよ。 Because right now I want to tell information for you。 味は薄だね。そうそうそう、説明が始まったよね。 The Pippi Don, not そして彼の名前は自称ジャックスパロンだ。ザビーチのところはピピレイトだから、ね、さあさあ説明が終わって、いよいよボートに乗るときは基地もったいないって話やね。なんかウォータープルーフ機能がついてる、こんなスタートでこれも買っちゃったよね。さすが商売が上手すぎる。多分俺が乗るのはこの奥の方かな。なんかプレミアムボート的なやつだから、なるべく多分船酔いしないやつだね。さあそれでは乗り込みました。お、いい感じじゃん。乗り込みます。さあ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 、いよいよ船が出発したと言わせた。やばいね。あ、いい感じ、いい感じ。もうすでに絶景じゃねえかって話だよね。さあ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 、まずはね、最初の島海島に着きましたということで、ちょっと待って、これ荷物もなきゃいけないからこれ以上撮影できねえじゃないかって。てか透明度やばえぐいねこれ。いやこれは楽しみだ。いやいや待ってくれよと、この透明度えぐすぎなんだけど、やばいね。さあとりあえずここでの滞在時間は50分しかないということで、もう存分にこの海で楽しむしかないよねって話。潜るよね。
してマジで面白いの。めっちゃ本気で写真を撮らされてるよね。これがね、まあインスタグラマーの裏側やってましたが、体勢よ。すごいね。いやいいね、最高に種類。そしてウィードの販売も来るけどね、さすがにここでバット入るわけにはいかないから丁重にお断りしたのかな。いやもう完全にね、もう50分フルに使って泳ぎまくったよねって話なんだけどね、まさに、まあ、こうやって見てもらうと分かる通りめちゃくちゃね、もう透明度が高くて、そして天気も良くて最高ということでね、もう完全にこの島だけでも満足できるくらいのそんなクオリティなんじゃねえのっていう話やね。そう、そして楽しかった時間は50分間すぐに過ぎて、いよいよね次の島に向けて移動を始めちゃったよねって話だね。いやしかしこの辺だけでも絶景だし、最初の島でこれだけ綺麗だったらね、もうあとはどれだけヤバいのかと、もう期待しかないよねって話だね。そしてさ、向こうのこの白人の観光客たちさ、どんだけ絵になるんだって話だよね。やばいね。いやまさにね、ヒットブルの曲流れてくんじゃねえのって話だよね。そしてなんだこの絶景は、えぐいね。でここはなんか映えスポットだから、まずみんな来てですね、写真撮影をしたいねっていう話なんだけど、ここはマジでやばいね。なんか向こうに落第岩みたいなやつがあって、完全に絶景の極み、うん、石の角度からも見えてきたじゃんっていう話、目に焼き付けてくれた。これが落第岩だよね。素晴らしすぎる。いやここでね、もう写真を撮ることがね、何よりもてめえにとってインスタでのマウントになるんじゃねえのっていう話だよね。When the water low tide, right don't have beach. Right now wasn't high tide. Don't have beach. Only me. Okay. Right here, long time ago, around here too much monkey. しかし海の色が綺麗すぎる。さあ見てくれよと。これがちょっとモンキービーチだよね。てか動いてんだめっちゃ。怖。どうだてめえたちこの景色よ。いやまさにもう最高としか言いようがないね。さあそしてピピ島のモンキービーチに上陸してランチタイムが始まりましたということで、みんななんかうまそうなランチを持ってきてんじゃんって話。ちょっとどんなメニューがあるかちょっと見てみようか。てかめっちゃ広いねこのランチエリア。こっちがなんかハラルフード、なんかでも説明で全部ハラルだみたいなことを言ってたけどね。おお、ここはパスタと、そしてご飯でグリーンカレーとで、向こう多分あれだね、なんかトムヤンくんっぽいね、うん、でサラダもある。サラダって煮込み的な。そしてこっちはなんだ、お、いいじゃん。なんかこれはあれかな、フライドチキン。あ、こっちも一緒だ。こっちも米とパスタ、そしてお、いいねいいね、フレッシュなスイカが並べられてる。で水だで、あーなるほどね、コーヒーみたいな、インスタントコーヒーとインスタント紅茶もあるということで、いやこれはなかなか、ただね、あの食べ過ぎると、まあ、船酔いとかね、まあいろいろこの後の水遊びにね悪影響をきたしそうだから、まあ、ほどほどにいただかせていただくようになって。さあ、もりもりでやってきましたと。フライドチキン、そして野菜炒め、これはまあビュッフェメニュー全部だねって話なんだけど、さあ早速いただかせていただきます。いただきます。うん、野菜炒めは
まあ普通だね。ちょっとオイスター味がある、うん、米よく炊かれてる。そしてグリーンカレー辛っ、辛い、想像以上に辛いこれで、その割になんかココナッツミルクの含有量が少ないね。それではこのトムヤムね。さあ、これは当たりなのか外れなのか、いただきます。これまだまろやかだね。いや、重いのかグリーンカレーがだいぶ辛かったっていうのはね、予想外なんだけど、まあでもなかなかブケとしてはね、あ、このフライチキン忘れた。普通、うん、まあまあまあこんなもんだよって話でね。さあさあ、急ぎ足でさっきのビスがね試食して、今このピピ島のビーチ、これモンキービーチかな。いやー素晴らしい。しかし猿一体どこにいるんだと。なんかさっきから鳴き声みたいなのは聞こえるじゃ聞こえるんだけど、全くもって猿なんていないよねって話。さあ、いよいよね、メインイベントであるピピレイ島到着しちゃったよね。なんとかラグーン、ちょっと名前忘れたけど、ここがまあマヤビーチに次いで、まあ、有名な絶景ポイントということで、もうやばいね、まさになんか青の洞窟、いやそれ以上のインパクトなんじゃねえのって話だよね。おお、これはやばい、絶景すぎるね。いやもう眺めてるだけでも本当に満足しちゃうんじゃねえのって話。そしてこのボートの多さよ、すごいね。やっぱりプーケットはね、みんな商売系がかなりあるよねって話だよね。いい感じ、いい感じ。ここでの時間45分あるってことだけど、何をして過ごそうかという話だよね。行ってまいります。あ、もうこれそのまま飛び込んでていいのか。結構うまい。てめえも早く人来いよって話だね。飛び込みまくってずぶ濡れ20になっちゃったねって話だね。もう見てくれよと、この絶景だよ、えぐい、これはマジで。いやまさにね、ザ・ビーチの世界、映画の世界が目の前に広がってると、その感想しか出てこないよね。いやもうボートさえもね完全に絵になってんじゃねえかって話。なんだあの海賊船みたいな船は。あれは楽しそうだね。ただなんかバカみたいに酔いそうな、そんな予感はするよね。さあ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 、なんかロッサマーベイっていうところでね降ろされて、そしてなんだこれこの長蛇の列よ。ここから一体何を見に行くんだっていう話なんだけど、説明聞いてなかったんだよね。あ、なるほどね、そういうことか。マヤベイに今からここから行くとはということで、なるほどね、直接上陸はできないからここから歩いてマヤベイに行くということで、もう完全にこれはいよいよメインイベントがすぐそこまで迫ってきてると。いや楽しみに仕方ないよね。あ、いいねいいね、このなんか楽園感いいね。みんななんか思い思いに散るってると。そして後ろの行列、これえぐいんだけど、これ何百メーターあんだよ。あ、4時10分に戻ってこいた。 OK、Thank you。 これがミーティングポイントだと、そうおっしゃってたよね。まあとにかく時間がまさかの3、40分ぐらいしかないのかな。時間がない中最高の景色をね焼き付けてこいと。さあ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 、いよいよ来るよ、本日のラスト、かつそしてメインイベント。
ザ・ビーチの舞台になった圧巻の、まあ、やべえだよね。どうだてめえたち、ちょっとまだ見えないけど、うわーやばいね、これは素晴らしい。いやまさに、え、やばいねこれ、もう映画で見たそのままの景色、それが広がっちゃってんじゃないかって感じ。ここはもうタイの真珠宝みたいなそんな場所だから、ね、じゃあ早速この最高の絶景拝みましょうか。いやいやいや、これはエグすぎるだろうと、これはマジで貴重映像、拝みつけろと、拝んでくれたまえ。これがもうやべえだよね、すごすぎ。いやこれはね、絶景なんてもんじゃねえよ、これエグすぎるわ。そして向こうにはなんかあの削り取られたあの岩の下みたいなね、やばいねここは、マジでこれはマジ冗談抜きにやべえぞ本当に。いやここはマジで死ぬまでにてめえたちは来なきゃいけないと、そう俺が断言してやっからって話だね。これがいよいよね、この UTNT がマヤベイとフィーチャリングした最終形態だって話、どうだと言いました。これがまさにねてめえたちが一生に一生死ぬ前に必ず行くべき絶景だと、そう俺は断言するじゃないですか。前回のプーケット旅では行かなかったアイランドホッピングツアーを今回この UTNT ビューとして存分に君たちにお伝えしてやったーって話なんだけど、まだまだプーケット滞在は2日目ということで、この UTNT がまるで外部があっててめえたちにプーケットの魅力をお伝えしてやるよねっていう話だし、俺が泳げば熱帯魚も踊り出す、そんな存在にこの UTNT は今後なって見せられって話してるね。今すぐチャンネル登録コメント落ちて、泳いだ後に来てるから実はびしゃびしゃになってるペラルタナップを今すぐ脱ぎ捨てて、それではまた出られてしまったと思います。それでまたネクストユーテンティビでお会いしましょう。I like it when we go with time to party when it shows. Let's get it wrong here, consequences boy. 誰もが waiting for 2017 pro. Don't miss it anymore till the early morn. 地獄がために立つ急なマイクステッチ超かき回す call call. まあでも全然と全然認めないビジョン。目指す想像以上。向かうのは現実からの追飛行。あとはこの動画次から次へ次出す。Stop and get higher like a spirit.That's why I'm going to fool us 自らのジャンプだけで生かす Every criminal 口に出すまでもなく俺が try so hard 近い将来にぎわせる Hip Hop Chart I want you to unite 騒ぎ起こせる Yeah 0798から巻き込む Bring it to life Cause I'm so bright I'm gonna believe me 輝ける未来地元兵庫から東京目指す初動そのストーリーはまだ上昇We gonna get high, cause I'm so proud